残念な報告と残念な今回那須川天心選手は7位に入ったんですよ。明らかにおかしいね。明らかにおかしいでしょ。じゃあ俺と近藤選手嫌われてんの。これ言いたくないけど、うん、なんか変な力働いとんかなみたいな。あは、うん。こんにちは、ワクシングのリーゼントチャンネル。ナイスリーゼント。残念な報告と、まあそれに対してちょっと話をできたらなと思うんだけど、あなた世界ランカー勝ったじゃないですか、ホセ・ベラスケス選手にね。はい、勝ったよ。これで死に物狂いで。そうそう、各メディアもね、ワクシングは世界ランク入りを確実にしたみたいな、そういう感じで書いてたじゃないですか。はい、なんとあなた世界ランク入りませんでした。知ってるだ。いや本当に残念でしたね。前回13位だったホセ・ベラスケス選手はランキングを外れました。うーん、ね、まあそれは俺に負けてるから当然でしょう、ね、そうですね。だからそこにあなたがフィットいくのがボクシングのランキングというところなんだけどね。だからこれはねちょっとですよ、これうちの動画になりますよ、はい、これはね、はい、ちょっとザ・タッチ風に言うとね。え、なんか言ってたんですか。ボクシングっていうのはなんでそのキングオブスポーツって言われるかっていうところだよね。公正に見るべきだし、どういうのかな、オール・オア・ナッシング、ね、勝者が全部をグッと取って敗者は全てをなくすというところで、やっぱランキングもそれあのベルトだけじゃなくて、やっぱランキングもやっぱりそういう世界なわけで、ボクシングってやっぱり、まあ、全世界共通のルールでね、そういうことをやってるから、和毛君は世界ランカーには勝ったけど、はい、世界ランキングには入らなかったと。まあね、月に1回ね、そういうランキングの委員会が開かれて、それで、ね、うん、決まるわけであって、はい、まあ、その一月の間に他の選手もね、試合やってるから、確かにそれはもう、勝ったから必ず入るとは、もう自分も思ってもないし。うん、まあ仕方がないし、そこはそうだから、それもね、俺あると思ったんだけど、うん、一つね、うん、そのあなたが再戦をやったタイム、はいはい、ね、あの時にメイン、あんたセミファイナルでしょ、うんうん、メインイベントでここでも話したけど、近藤選手が、うん、あ、はい、ね、無敗の世界9位に勝ったじゃないですか、うん、これも WBO ですよ、うんうん、ね、この近藤選手が入ってないですよ。それが不思議でね。そうだから、まあ今和毛君の理論で言うと、うん、まあ月1回のランキングがあるから次でって思ったんだけど、はい、まあ、今回も近藤選手も入らなかったということでね。そう、何なんでしょうね。9位に勝ってるから、まあ確実に入るでしょうけど。そう、うん、だからこれ言いたくないけど、うん、なんか変な力働いとんかなみたいなところも疑っちゃうわけですよ。それこそ俺、うん、東洋の初防衛戦、菊池選手とやった時、うん、はい、菊池選手が確か5位とかだったと思うんですよ。世界ランキング5位でしたね。そう、WBAA だったかな、だったかな、5位だから、うん、OPBF の参加団体は WBC だからね。 OPBF は WBC の参加なんで、うん、いや、まあそれは入って、入ってで、だから菊池選手が世界5位だから、俺1桁が余裕でいくわと思ったら、まだ2桁だったんですよね。まあ10位とかね、13位に勝ったから、まあ13位に入るっていうことではないっていうのは分かってるけどね。あとね、もう一つ言いたいのよ、ね、はい、うん、その WBO じゃないですか今回、はい、で WBO 傘下の地域タイトル、あ、 WBO アジアパシフィック、はい、これにもあなた入らなかったの、ね、それは意外です。そう、これも入らなかったし、それは普通に入りそうですけどね。しかもですよ、うん、しかもさっき言った近藤選手も入ってないですよ、うん、じゃあ俺と近藤選手嫌われてるんだ。嫌われてる。WBO に嫌われてるんだかもしんないね。 WBO という団体は、うん、自分とこのやっぱりあの世界ランクに関しては威厳のあるもんだと思ってほしいよね、うんうん、そこの世界ランカー、世界ですよ、世界ランカーに勝った選手をやっぱ地域のランキングにも入れないってことは、適当にやっぱ世界ランクをやってますよっていうことにもなりかねないじゃないですか。まあね、確かにね。そうでしょ。もっともっと、うわ、ほら、うちの世界のランカーに勝ったんだから当然この地域では上位に入るべきだというふうにして、こっちの世界ランキングっていうのを権威を高めていく。だから WBO アジアは
今回那須川天心選手は7位に入ったんですよ。あ、WBO アジアに。アジアの7位で、那須川天心選手が戦っているのはメキシコの1階級下のバンタム級のチャンピオンです。もう明らかにおかしいね。明らかにおかしいでしょ。あなたは WBO の世界13位に勝ってるわけですよ、同級の、うんうん、そう。だからね、結局俺に力がないってことですよ。まあね、舐められてるってことですよ。そういうことですよ。そうでしょ。そういうことです、うん、誓ってよ。だから俺も英語であの電話しようかなと思ったよ、 WBO に。しゃべろう。そしたらあのトーイック3点だからさ。トーイックって何？トーイックも知らないのかよ俺。トーイックって言ったらなんだ、あの英語を喋れる試験みたいなもんよ。あ、そんな試験があるの？試験が900。それの3点。それの3点とか超やべえじゃん。こんにちは、私英語じゃねえし、フレア山上ジムの英語じゃねえ。それだったら俺の方がまだ英語喋れるから喋ってみようね。はい、俺のおしゃれ。それはいいとしても、うん、やっぱりボクシングっていうのはね、うん、どんなジムにいてもね、うん、拳2つでね、はい、そこは入らない拳2つの力で勝っていけば世界の、うん、どんなちっちゃいジムでもね。そうですよ。そう、うん、昔和気君が在籍していた小口会長っていうのがね、うん、ボクシングっていうのは一度も負けなければ、うん、いつか世界の舞台にたどり着けるようなシステムになってるんだと、うん、そう言ったじゃないですか、うん、ね。だ、それは名言だと思うんだけど、力のあるジムにいたらとか力のないジムにいたらそういうことはあるんだけど、うん、あるんですよ。あるんだけど、やっぱり俺が舐められてるっていうわけですよ。いや、俺が舐められてるってことですよ。わけくんはそれ、舐められてるというか、俺の評価がそういう風に高くないっていうだけの話です。それは、まあ、だから今も言ったように天心とわけくんがやったら、そりゃ、うん、天心が勝つでしょ。それはやってないから。だけど、うん、やっぱり1階級下のメキシコのバンタム級にチャンピオンに勝ったのを評価するのか、世界ランカーに勝ったのを評価するのかって、バンタム、スーパーバンタムのね、はい、しかも、ホセ・ベラスケス選手は WBO の地域のチャンピオンでしょ、あれ。あ、そうだ、そう、ラテン、うん、アメリカかなんか分からないですけど、そこのチャンピオンに勝ってる。じゃあもしかしたらラテンアメリカのランキングに入ってるのかもしれない。あなたがね、その可能性が。俺まだ言いたいよ、WBO アジアに。俺はもう一つアジアに言いたい。俺見たい試合なんだけど、うん、今度10月31日にドヘニー選手と、はいはいはい、なんだっけ、ラミド選手、ゼフェスリー・ラミド選手が WBO アジアのタイトルマッチをやるんですよ。で、ラミド選手はアメリカなんですよ。アメリカね。そう、アメリカが急にここでスーパーバンタム級 WBO アジアの9位にランキングされてるんですよ。アメリカってだってアジアみたいなもんですよ。どういうこと？逆行くの？俺の話だよ。いや、それを入れるんであればよ、うん、だったらもうランキングはアメリカを、いや、WBO アジアっていうのはアメリカを入れた、はい、どこまでがアジア圏なのか俺ちょっと分かんないけど、ね、それだったらまだ OPBF の方がオセアニアってアメリカも入ってますよね。え？だってハワイってかオセアニアでしょ。でもエリア的にはそう、でも入らないわけよ、アメリカ人は、うん、アメリカの選手は、うん、はい、だからそのこの試合をやるためだけにポッと入れるみたいな、これがその試合は楽しみですよ、ものすごく、はいはいはい、いい試合になると思うし、うん、そうだけど、その縁は何？言えば入るの？言えば入るんですよ。言えば入るんです。こんにちは、よろしくお願いします、うちのワーケシンゴロー。あ入れるんであればもうずっと全部、まあね、入れるんであれば入れたランキングを作らなきゃいけないし、そうだから結局こういうところなんですよ。やっぱ日本っていうのはやっぱり昔から日本タイトルと地域タイトルっていうのは日本と OPBO しか認めなかったわけですよ。他が入ってきたいと言ってもやっぱりチャンピオンベルトをたくさん作るとやっぱり権威がなくなると、ボクシング自体チャンピオンがたくさんできてもしょうがないだろうというところがあって、ずっとこの2つしか認めなかったわけですよ。で、この数年、もう5年ぐらいになるか、もっとか、
ダブルビュアージュを認められて、あまあでもそのくらいかなね、うん、そうでやってきたんだけど、こういう感じでなんかそのランキングの選考とか、うん、そのどこの国の選手が入るのかとかっていうそのルールが曖昧になっていくと、うん、やっぱここからいろんなものが崩れていく可能性ってあるんじゃないのかって思うわけよ、うんうんうん、じゃあ何これとこれの試合見たいからじゃあランキング入れちゃおうよとか、うん、また変な話、全然そのイギリスのあれでも、うん、OPBF のランキング入りたいって言ってるから入れちゃいいじゃないのとか、でやっぱそ違うじゃないですか、地域っていうのは日本っていうのは日本国内の話だし、うん、WBO アジアっていうのはやっぱりアジアオセアニア圏内の話だしっていうね、やっぱその辺がこういろいろこうランキングってどうなのみたいなのはちょっと感じるとこあるよね、うん、確かに上がっていくときはね、あそこのランキングええなって言うんだけどね、うん、そう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 、まあだから俺が、うん、WBOラテンアメリカのランキングに入ってもらえるように、ホセ、うん、ベラスケス選手ね、うんうん、そうしよう、向こうがだって、まあ、向こうがってか入ってるトーイック3点だから誰ができるの、トーイックって何、トーイックっていうのは何回もやってたのそう落ち込んではいないんですよ僕らは、うん、いや、ね、俺はもう、そう本当に最初から前向きで、別に愚痴言ってるのはこの人だけで、俺はまあまたまたもう一回世界ランカーぶっ倒しをええだけやろうぐらいの、そうそうそう、いやそういう気持ちでは僕もいますよ、うんうん、動画のネタじゃねえかこの野郎、なんで俺だけが愚痴ってるみたいに言うんだよ本当だめだよもう愚痴ばっかりだ本当に前向きに行こう、前向き、いや俺なんか前向き教室っていうの知ってる、教えてあげる、知ってるよ、それ見てもう前向きに、最近いろいろ問題起こしちゃって、いろんな発言でそうなんです、そうそう、面白いけどね、面白いですけどね、まあそんなこんなで、はい、ね、僕らの動画を見てくれてる近藤選手、はい、ね、もうブログに書いてくれてたね、この前ね、あーね、そう、すげー嬉しい、嬉しい嬉しい、そうだから俺はお前はどう言おうかわかんないけど、俺は声を上げ続けるよ、この件近藤選手のために、あ、俺だ、あなたじゃないよ、うちの動画のファンである近藤選手のために、はい、俺はランキングおかしいんじゃないかと、そういう提言をこれからも言っていきますんで、自分はちょっと便乗して一緒にちょっと同じ船に乗させてもらって、何、どういうこと、ランキング上がってもらったら、いやいやもう俺近藤選手だけでも上げてくれと、いやまあそこに脇信号もちょっとおまけとして、いやいやもうトーイック3点でなんとか電話しておかしいじゃないかとね、おかしいっちゃおかしいよね、でも近藤選手を見ると、そうですね、ね、やっぱり、いや俺は入らなくていいけど近藤選手は入った方がいいと思う、いや本当本当9位だもんだって、9位だもん、9位に勝ったらせめて10位か11位か12位かにはやっぱり入らないと、いや俺13位に勝ってるから言うても入っても14か15ぐらい、そう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 、でも16の可能性もあるから、16っていうのはもうランキングがないから、そうそう、だからまあ入らなくてもまあ、うん、まあ仕方ない、それはそうだよ、そうそう、でも近藤選手、近藤選手に関してはそれはダメやろ、それはダメよ、もう9位だもん、だから俺は別に今日愚痴ってんのはあんたのためじゃないわけよ、ああそうなの、近藤選手がうちのチャンネルのファンである、はい、近藤選手のために俺は言ってるわけよ、なんでそんなごませるの、礼してやしね、礼してやしね、そう、あんたと同じベテランでね頑張ってるんで、まあ、うん、世界ランクには入らなかったけど、和気君も近藤選手もでもやっぱり世界ランカーと正々堂々とやって、世界ランカーに勝ったっていうそのレコードだけは残るわけで、そうです、ね、これからやっぱり2人ともね、うん、心折れずに、ね、まだまだ全然やっていくんでね、うん、それに関してはまあまあ、そのうち入りますよ、応援、あ、2人とも2人は、俺は俺近藤選手は知らんけど、近藤選手入らんとダメだわ、いやそれは知らんけど俺はそのうち入ると思ってる、いやいや、また勝ち続ければねっていうことでしょ、そうです、ほっといたら入らないけど勝ち続けさえすればまたランキングにも入ると、で、あなた良かったのが日本と OPBF はちゃんと評価をしてくれてランキングは入りました、上位ではなかったけどね、うん、それでもやっぱり試合をちゃんと見てくれてるっていうのはあるから僕は感謝したいなとは思うんだけどね、まあじゃあもう一回 OPBF とか日本とか、うん、日本ユースから始めた方がいいのかな、うん、まずユースだねおじさんやないかユースや言うてんねん、おじさんって何、シニア、日本シニアとかない、いや、そう、
日本シニア級チャンピオンあんたと、ね、近藤選手みたいに いやいや、あの各階級 各階級で、ね、シニア級は俺言おうか、それは俺言えるで、日本語やから、日本語やからね、JBC には言えるから、それちょっとシニアチャンピオン36歳以上っていうね、もういいじゃないですかねだって年齢階あれになったしね、そうそうそう、ユースがあるんやったらシニアも、シニアも必要や、あ、ないとおかしいやないか、そしたらまだボクシング盛り上がると思う盛り上がるね、盛り上がる、だってゴルフだってシニアあるの、そうですよ、そうですよ、それ俺結構いいこと言ったよ今、シニア、うん、そうだ、ね、日本シニア、日本シニアスーパーバンタム級チャンピオン目指して頑張ります、初代チャンピオンね、もうおらんないね、36歳以上のスーパーバンタム級がだからまあね、その引退した古橋選手とか久我選手とかは、うん、まあまだ36じゃないけど、そうだ ねもう一回復帰してもらって、復帰してね、36ぐらいになった時にやるみたいな、もうその昔やってたメンバーがまた頑張るわけね。そしたらお前ら親父ファイトに出ろって言われるの。そうだね。そうそう。わかりました。まあそんな感じで。まあ一応ね報告もね。そう、報告も兼ねてちょっとここはおかしいんじゃないの、うん、っていうのをね、はい、ちょっと言いたかったっていうことで、はい、今日は動画を撮らせていただきました。皆さんはどう思うでしょうか。はい、ね。また何かあればコメント書いていただければ、返事はしませんけど見てますからちゃんと、はい、よろしくお願いします。じゃあ終わりましょう、はいはい、最後までご覧いただきありがとうございます。高評価のあるビンチャンネル登録よろしくお願いします。今日もナイスビーです。